はいそれでは皆さん、えー、久しぶりに登場しましたねあの毎週やるとか言ってね <laughs> すいませんなかなか大変でねちょっとまとめて2回分やりますよはい、えー、ドラマ「それってパクリじゃないですかの」の第2回目、えー、現役弁理士が考察するということでね、えー、レクセン任講師宮口の弁理士が士じ者ない宮口がお送りいたします <laughs> はいえー、っとですね、えー、この回はね結構ネタがいっぱいあるんですよ まずこの下の方に書いてるけどねパクリとパロディの違いって何でしょうかということでね、えー、これ見てください、はい、あの主人公の会社「月夜のドリンク」ですねあの赤井秀和さんが社長の「えー、月夜のドリンク」「緑のお茶屋さん」っていう商品のお茶清涼飲料お茶、ね、で今回ね敵対関係にあるのはね落合製菓、ね、なんかねあの緑町田舎の町にあるお菓子屋さんなんですよ。ね そんな大企業じゃないんですよ全然。えー、緑のお茶屋さんね、似てますね、緑のお茶屋さんと緑のお茶屋さんね。で、指定商品がね、クッキー、ね、洋菓子なんですよ。だからね、昼いじなんです。えー、でね、あのー、まあもちろん月夜のドリンクの緑のお茶屋さんも商標を取ってるんだけど、で、お茶屋さんもね、あ、緑のお茶屋さんも取ってるんですよ。これ、ええー、と思うかもしれないけどね、あのー、指定商品がね、全然違うくて昼いじなもんだから取れちゃうんですよ。これ、うん。 それで月夜のドリンクとしてはねあちょっとパクってるじゃねえかということで大騒動になっていくということです。それでねパクリとパロディの違いって何ですかってこれね、まあ、もちろん皆さんあのネットでねなんか適当にキーワードを検索すれば、まあ、私が説明するまでもなく書いてるんですが私流の説明で言わせてもらうとねあのパクリというのはその、まあ、アイデアを盗んだりデザインを盗んだりすることですよね。で見てるものも気づかないこれがパクリです。 要するに見てる人がその勝手に盗んで描いてる人の絵を見た時に別に盗んでるとは気づかないこれがパクリなんですよ。でパロディーっていうのはもうねあの盗んでるっていうのを気づいてるというかまあしゃで済むというかねしゃで済むようなお笑いを取るようなものがパロディー。 あの北海道の有名なあの石屋製菓という、えー、製菓お,お菓子屋さんがあるんですねお菓子メーカーそれがあの「白い恋人」っていうね、えー、有名なお土産に有名な、ね、お菓子がありますよね私も何回も食べたことあります美味しいですよねこれに対してねパロディ商品があの吉本クリエイティブエージェンシーが製造販売してる「あの面白い恋人」ね、で買う方も分かってるんですよ。わこれ面白いなみたいななみたねそう あのまあ本物とは違うことを分かってて、えー、なかなか面白いじゃねえかっていうねこうしゃが通じるそれがパロディーだからパ,ルパクリの方が悪いイメージパロディーってそんな悪いイメージじゃないんですよでもね50歩100歩的なところもあるっていう話です、はい、で、えー、と商標権の効力について見ていきますが商標権ってねちょっと融通が効かないところがあって。 あの商標と商品の両側面から権利配が決まっていくんですよ。で、同一と同一、商標も同一、商品も同一、これはね、専用権侵害っていって、商標法25条の侵害になります。これはね、マックスで懲役10年あ、罰金1000万円以下の罰金、それからまあ、陛下ということでね、重いんですよ。で、商標が類似ねあ、商品同一、商標類似商品類似で、えっ、ー、と、 商標も駅務も類似、商,標も商品益務も類似、このちょっとオレンジのところね、これはね、禁止権って言ってますけど、簡単に言うと類似侵害、ね、類似侵害は商標法でいうと37条1号なんだけど、これね、懲役5年、えー、1000万のところが500万にあの2分の1になる。だから、やっぱり同一同一の侵害があの重いっていうの分かるでしょ、類似だとあの半分ですよ。ねはい それで今回みたいにくっきーとお菓子だとねあの商品へ義務が非類似しなんでもういくらねあの商標が似てても効力範囲外どうしようもないんですよそこで北脇弁理士ねあの重岡大樹さん扮する北岡あ正義弁理士は不正競争防止を思いつきますそう不況法はねまあ私に言わせるとね困った時の不況法というぐらいでね えと不,不正競争防止二2条1項1号に周知表示近藤ジャッキ行為それから2条1項2号に著名表示防用行為というのがあるんですよ。で不況法はねあのあれマークが同一類似でありさえすれば商品役目は非類似でもいいんですだから今回はうってつけなんですよ。ねだから、あのー、緑の落合さんとねあー、あのー、最初のねその落合成果の緑の落合さん月用のドリンクの緑の落合さんってほら商標としては類似してるでしょ でも商品がひ類いでも不況法だといけるとでいずれも民事刑事責任の対象になるからねあのこれを思いついたって話がありましたねはいそれから著作権の話もあるんですよ、ねえー、で著作権はですねなぜそういう話が出たというとその主人公の藤崎アキちゃんがね落合成菓に出向いた時にあのたまたまなんかずっこけてメモ帳が落ちたんですよそれを見た落合成菓の,あの社長さんねなんかよくあの 中小企業の社長みたいないかにもそういう感じの人なんですが「お君えうまいねー」とか言ってねそれであの絵を見てですねそれをそ,あのそっくりそのままあのクッキーに焼いちゃったんですよ。これって権侵害ですよねで社長は悪気がないんですよ全然。ねこれおいしいよとか言ってねでもねこれ民事刑事の責任です。ね、だってさたまたま偶然同じ絵だったら侵害にならないんですけど著作権の場合はねでも見ててやってますよね。 だから悪気があるとかないとかじゃなくてもうそのままそのアイデアを盗んでくっきーに焼いちゃってるから子供のに絵を描かせてそれをくっきーに焼いてるしねこれ見事なね副政権侵害です、はい。ということでですねあの第2回のネタはまずあの商標権の侵害でしょ、ね、それからあの、えー、不正競争防止法それから著作権というねいろいろあの著作権の中でも一番トップバッターに来る複製権ね一番重要です。 著作権法二十一をね、えー、これはね非常に重要なんですよ。便利試験でもあの本当にね頻度の高いあのところだなんでね。えー、今日の第二回今日というかあの第二回のねドラマの内いは本当にね便利試験ネタとしても使えるなという感じでした。はい。それではねあのー、第二回はねこの辺で終わりたいと思います。はい。それではね、えー、それパク第三回のですね。 内容について、えー、お話をし,していきたいなと思います。はい、えー、これなんかハリネズミの絵ですね。<laughs> えー、あのー、主人公の藤崎明ちゃんがよく書いてるやつです。あの、メモ帳に。はい。で、三話ね、面白いですね。ヘリクスも立派な理屈。これね、特許の世界ってそうなんですよ。ね。例えばね、あのー、筆記具という特許権があるとするじゃないですか。ね。 えー、消しゴム付き赤鉛筆っていう特許権があったりするじゃないですか。どっちが権利範囲広いですか。ね、それは鉛筆の方が広いよね。うん。それからあのー、そうですね。例えばあの担当試験便利試験のね担当試験でこういう問題が出たとしますね。えー、新規性のない発明はあ特許を受けることができない。新規性のない発明は特許を受けることができない。ね。これだったら丸でしょ。しもう新規性ないんだからね。ところが あ新規性のない発明は特許を受けることができる場合はないだったらどうですかこれだと×なんですよ新規性総数の例外というのがあるからねそうヘリクスも立派な理屈の一例でしたはいじゃあですね今日今日のテーマというか第3回のテーマはね特許法なんですねでちょっと特許の法目的1条ね特許法1条はいこの法律は発明の保護および利用を図ることにより発明を奨励し 持って産業の発達に寄与することとを目的とする、ね、これ暗記してくださいねあの特に便利資金を目指そうとしてる人はね便利資金を目指そうと頑張っている人は暗記してくださいねこれねはいそしてあの発明発明がポイントでしたからね発明というのはねあ自然法則を利用した技術的層の創作のうち高度のものを言うんですねえー、まあ語呂合わせで自然理義層をコーのものっていうんだけどね えー、特許法2条1項ですこれも暗記してくださいね公示試験に出るからであの特許法の発明とは何ですかって聞かれてね、えー、ちょっと条文見てもいいですかって言ってるぐらいじゃ落ちますからね、はい、さあそれでは次行ってみましょうかああそうです、えー、第3回はね侵害かどうかのね問題だったんですよ、えー、であの知財部よくね侵害予防調査っていうのをやるんですよ協業他社の協業他社のね似たようなものを作ってるでしょ あの特許権侵害しないかの調査。これね。私もね実務でやってるんですよ。あの実務で依頼を受けてやってますね。協業他社のね。あの特許広報ね。まあ、公開広報はさすがにね。まだ権利化されてないから特許広報見てね。片っ端からね。やってますね。はい。そして、あの特許権の侵害かどうかのね。判断基準が書いてあるんですよ。このね。特許集めの技術的なっという見出しの特許法70条1項にね。こう書いてます。 特許集めの技術的な範囲はまあ簡単に言うと権利範囲は願書に添付した特許請求の範囲に基づいて定めなければならないとねはいえー、そ,それが、あのー、特許法のね基準なんですがね特許権の侵害になるかどうかねそこでねちょっとクレームがどういうクレームだったかというとドラマに出てきたねはいえっ、ー、とね低温スチームによる保存した野菜と果実および 乳製品を調合したものとのと説明がありましたもう一回よ低温スチームによる保存をした野菜と果実および乳製品を調合したものっていうねあの特許請求内におよびって書いてあったんですよそこでね知財部の藤崎あきんはね気づいたんですおよびっていうことはそのおよびの後ろの言葉である乳製品これがねなければいいんだということに気づいたそこで 農家のところに、ね、出向いて実際にいろいろどういう味付けにすると美味しいか何を入れると美味しくなるかというのをやって,て、ね、あて乳製品じゃなくてあのライスミルクっていうのを入れたんですよそしたらあの同じような甘い味が実現できてこれだったらその、ね、例の乳製品を使ってないので、ね、乳成分を使ってないのであのこれだったら侵害にならないと。ね そういういことに気づいたんです、ね、ここでほら「および」は英語で言うと「アンド」ねで「または」だったら「おは」「または」だったら別にあ,のあってもなくてもいいという意味だけど「および」だからなくてはならないそこがポイントだったんですよ。でねこれあのー、発明をならしめてる「えー、abc」というのはねこれで言うとあの低温スチームによる保存した野菜果実乳製品ね野菜果実そしてライスミルクだから乳製品でない。 だから一つ違えば別物なんですよ。それでまあめでたしめでたしっていうことになりました。ね、これで回避できるということになったんですよ。でもね実はねあのドラマは多分それでよしとしてるんだけど私としてはちょっとねこれちょっとね便利試験的な内容なんだけど原告が ABC からなる X へ被告も ABC からなる X だったらこれアホでも分かるけど完全にもう侵害文言侵害というんですよ一番上。 で2番目が今回のテーマです。ABC ABD これはね、下手すると均等侵害というのになるんですよ、均等論ってやつね。だからあの、例えばね、六角鉛筆と七角鉛筆、六角鉛筆が特許で、七角鉛筆が被疑侵害品だった場合に、侵害品になるかというとね、なる可能性があるんですよ。なぜかというとね、六角七角って、あの滑り止め防止という観点からするとど、どっちもいいじゃん。ね、目的効果一緒。 それから製造等の時点で容易に相当しュる、ね、本席な差ではないそして出願時において高知輸送同一または当業者が容易に遂行できたものでないそして特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外したものに当たるなどの特段の事情もなければ均等侵害という、ね、ことになっているんです最高裁判決によると、ね、最高裁判決平成 10年10月24日、えー、あ平成102月24日のボールスプライン軸受け事件で言われております。はいということでねドラマでは一つ構成を見が違うくらい被信外でめでたしめでたしだけど実際の実務はそうはうまくありませんよ。で,、はい、でこれはね別にあの、えー、最後のね中であのほら北脇弁理士主人公の重岡大樹さん扮するあの北岡弁理士はね非常に優秀なんだけど。 あの本社から送り込まれて子会社にね「実はこの人あのなんかあの子会社の特許を狙ってるスパイじゃないの?」って言って疑われてるねそれで終わりました <laughs> それで第4回に続くという感じでしたんでねあのまた楽しみに見てください皆さんね私も見ようかなと思っておりますからはい以上ですだからあの「侵害かどうかの判断は難しいということですねはい以上です」。 レクセンリン講師の宮口でした。